同教医は去年7月から9月に幼稚園児から高校生までおよそ45万人を対象に健康調査を実施しましたこの中の視力検査で視力が1.0に満たない子どもの割合が幼稚園児で35.82%高校生で67.35%と2つの世代で全国平均を上回りました 特に幼稚園児は前回の調査から14.7ポイント悪化していて視力の低下が際立っています同教医はスマートフォンを使う時間が増えていることが原因と見ていますまた虫歯がある子どもの割合も全ての世代で全国平均を上回り同教医は食後の歯磨きの習慣が確立されていないと指摘しています